さん、こんにちは。しおりちゃんのしほです。はい、今回はですね、あのミニソ、メイソーさんに来ているので、今回ここでね、3分間会話を題できてどうですか。はい、普通ね、5分と行きたいところですけども、ここはね、100均ではないので、ちょっと抑えて3分にしてみました。あとね、どこに何があるかもまだ多分正確には分かってないと思うので、やばいじゃん。ちょっと3分間やっていきたいと思います。いいですか。じゃあちょっとカゴとか用意する。ねえねえ、カゴいらないか。いる、これ。ねえねえ、あとちっちゃいカゴないの。見ちゃダメ、見ちゃダメ、見たらもうバカバカいっちゃうから見ないでいきます。やだ、だってここさ、100均じゃないんだよ。そうだね、危険でしょ、見たら。危険じゃない。3分といえども危険だからね。で、走ってはいけません。いいですね、もちろんお店なので。カゴいらないか。いいですか。待って、カゴちょっと、カゴいらない方がいいよね。カゴちっちゃいのある。カゴちょっと探していきたいと思います。いい、はい、用意はいいですか。いいよ。いいですか。いいよ。はい、じゃあ3分いきます。よーい、スタート。何かを何これ、何これ、何これ、これ何、これ何、何、コスメ、コスメを入れるやつかな。わかんないじゃん、私。お、なんかコスメのところ来たね。あ、かわいい。見てこれ、かわいくない？鏡？かわいい。いっぱい鏡あんね。めっちゃかわいくない？かわいい。これ買います。うん、そうね、前、うん、あの、全然的の時にこれやってもらったのよ。あ、あ、うん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 。潜在写真の時、ね、そう、これやってもらったの。ビューラーね。うん、でもちゃんとね、自分で気をつけてやれば痛くない。やってみようかな。うん、買います。はい。お、もう1分52秒しかない。そうでしょ。本当だよ。何言うんだろう。ペラペラ喋ってたら終わっちゃうよ。かわいい、かわいくない。なんかでもしほちゃんっぽくなくない、それ。大人っぽいよね。うん、なんとなくね。っぽいのないもんだって。もうこれだけで満足？何それ。あ、かわいいね。透明な容器。あ、かわいい。これ買おうかな。でもこっちの方がいいかな。でもこれなんかさ、ダイソーにありそうじゃない、この容器。じゃあこれにしようかな。ほら、これさ、300円なの？安くない？これ開けるとさ、ほら、鏡があるの、こうやって。安くない？300円。ちょっと考えてる間にもう1分5秒です。これにしようかな。迷う？うん、うん、迷う。いろいろあるね。ケース、こういうケースもあるんだね。ね。これも300円だし、このなんか上のこのなんか、乳白色のクリーム。何これ？かわいい。なんか、旅行用？真っ黒クロスケみたい。真っ黒クロスケでしょ？え、クロスケって言ったよ。あ、ほんと？あと40秒、39秒。あ、なにこれ。爪切り、あの爪切りとか爪のお手入れセットじゃない。あ、カーラー、こういうの持ってないね。持ってないから、あの、見栄え的に机に机に飾ります。でも下の方やったら、やって寝たらくるくるなるのかな。しお、前髪やりたい。前髪やりたいのね。あ、やばいよ、もう15秒。これすごくない？すごい。ウォークインに入るかな。え、どうしますか。5、これ買っていい？いいよ。4、3、2、1。はい、終了でございます。結構買えたと思うね。うん、いいんじゃない。靴下欲しかったな。ちゃんと実用的なものを、可愛いの買えたね。靴下欲しかったな。靴下までちょっとたどり着きませんでしたね。ねえ、可愛いよね、こういう雑貨もね。ちょっと、ほら見て、あれとか。ああ、いいじゃん。ああいう風に飾る、うん、この収納グッズもね、いっぱい可愛いのがあっていいよね。一応ちょっと見ていくと、こんな感じ。収納グッズ、ん？あ、可愛い。この子だ、この子。え、可愛いね。可愛い。
また元に戻した。うん、えらいえらい。あ、なにこれ、貯金箱だ。貯金箱。じゃあもう買えないからさ、うん、もうね、この辺があれだ、スマホグッズだった。イヤホン、スピーカーとかある、すごくないよね。すごい。ちょっと靴下だけ見に行っていい？うん、いいよ。買わないけどさ、うん、どんなのがあったのかな、うん、どこだろう、靴下って。ありました、これか。あ、こんなもんしかでもないんじゃん。欲しかったな、これ可愛くない、ピンク色。汚れるじゃん、学校でしょ。学校にやっぱ黒が一番だよね。やっぱ薬品が一番。うん、さっきダイソーあったからダイソーで黒い靴下買っても。私タオルが欲しいの。タオルか、ハンドタオルっていう。それも100均で十分です。ぐなくすんだから。だ、ね、そうあなたはすぐなくすんだから100均で十分です。十分だね、うん、じゃあ買いに行きましょう。はい、じゃあもう買いに行きましょう。どっちにしろもう買えないしね。はいだね。じゃあ会計しに行きましょう。はい、アクセサリーも可愛かったね。すごい。ん？すごい。可愛い。でもいいじゃん。これもね、可愛かったね。秋のになるとこういうさ、シックなさ、アクセが。あ、可愛い、その指輪。欲しかった。欲しかったんだけど。え？めっちゃ可愛くない？可愛い。ね、めっちゃ欲しかったんだけど。自分のお小遣いで買ったら？私こういうのも欲しい。こうお小遣いで買うから。どれ？これ、これがない？これ何？メイクアップ。ああ、髪の毛止めるやつか。うんうんうん、いいんじゃない。かわいいね。200円なの、安い。そう、あと私これ欲しいんだけど。あ、でも白の方がいいかな。黒、黒。あ、黒もなんでも合うね。これ大人っぽいかもね。黒。あ、いいじゃん。あ、かわいい。ちょ、指輪つけることないんだけど、うん。え、いいんじゃない、結構。いいかな。白も可愛いけどね。え、迷うね。ブレスレットも可愛い。この辺のおそろいで。これも可愛いんだね。みんな可愛い。じゃあさて、しほちゃんは何を買ったでしょう。後ほど。どうしよう。はい、ということで買ってきたので。今から少し見せたいと思います。はい、じゃあちょっとね、お店なんだけど、ここから手元紹介にします。はい、ちょっと周り映っちゃうんで、テーブルの上に出してください。まずこちら。はい、これはもうね、なんだっけこれ、ビューラー。そうそう、ビューラー。こちら、慣れたいと思います。もうね、前ね、ちょっと痛い思い出があってね、避けてたんだけどね。そう、チャレンジしようかな。はい、次また同じシリーズ。じゃじゃん。なんかね、かわいい感じの、しほちゃんが好きそうな色合いだね。色合いなの、2つとも。串ね、もう串は必須だもんね。今日も持ってます。はい、次はこちら。これはカーラーだね。カーラー、ウェクシもついてるんです。あ、そうなんだ、本当だ。すごいね、セットで。すごいです、めっちゃ良かった、うん、くるくるにするのかな。そう、めっちゃくるくるにします。はい、じゃあ次、ちょっとこっち側にずらすね。次にこちら。あ、これね、これ良かったよね。めっちゃいい、これこれ300円安い気がする。めっちゃ安いよこれ、ね、鏡もついて、こう中にね、中にね、使えるものだけ入れて、これママも欲しいくらい。なんかちょっと入れて、サッとするときにさ、鏡ついてていいよね。まあこれまあいいですね。はい、次にこちら、じゃん。はい、これはもうこれね、うん、洋服をこうやって入れられるやつ。明日の洋服、明後日の洋服、明後日の洋服。いや、そういう風に扱えるかどうかはわからないけどね。まあ、とりあえずまあ使ってみましょう。はい、ね、使えそうなので、ね、シモのウォークインね、使うと必ず汚くなるの。靴下ばらまいてたり、
やばいの。やばいね。からで結局何個買いましたか？1、2、3、4個、5個、2、自分のお小遣いで買ったの。そうだそうだ、結局後から気づいてどうしても欲しくて自分のお小遣いで買ったものが2個かな。そう。さあ、はい、じゃあ見てください。まず指輪なんですけど、白と黒どっち選んでしょうか？ね、さっきね、途中でね、あれしたから。でれ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 。正解は黒。黒でした。お店の人がポチ袋に入れてくれてた。ほんとだ。こちらの黒色のね、指輪を買いました。開けられる？開けられる。挟みないとダメパターン。あ、ダメパターン。ダメパターンか。ちょっとハサミが、あ、まあこんな感じね。つけると。あ、いいじゃん。かわいい。かわいいですね。うん、はい、じゃああともう一つ何を買いましたか？もう一つは、こちら。あ、これね。メイクするときに留めるピン。そう。最近ね、少しずつ、今日はリップだけしてゴールがあって、なんかあったら使えるかなと思って。あるんだね、ちゃんとメイク用ね、ずれないのかな、多分。今度じゃ使ってみましょう。あと今日ピン買いました。あ、そうそう、今日これね、これがずっと欲しくて、ちょっとでっかいやつなんだけど。そう、今度ウィゴでさ、ね、みんな買ってるじゃん。ウィゴここになくて、今度行きます。今度ウィゴね、行ったらね、見てみましょう。以上です。これ200円でした。はいね、はい。で、この指輪が400円なんで、600円、自腹です。過ぎちゃったもん。ん？過ぎちゃったんだよ。待って、ブラシとこのビューラーが300円。はい。で、これがいくら？これが300円。これも300、これも300円で、はい、これも300円だったね。これ、まあ、これも300円。え、これ全部300円じゃない？これ全部4個とも300円で、これが1000円。これが1000円なんだ。これだけがちょっと高いですね。あとは300円です。こんな買った3000円だったんです。うん、全部で。そうだね、3000円だった。こんな高かったね。これが1000円で、だいぶ。うん、まあ、あとこれとこれはしょうちゃん自分の600円はお金で出すので、これだけだと1200円。安いね。これだけ見ると1200円安いかも。この量でね、この4点で1200円っていうのは、え、めっちゃ安い。これだいぶお得だと思います。これ1200円ね。これがちょっと1000円で高いけど、まあこれはしょうがないの、大きいもんだからね。まあね。はい、じゃあこんな感じで終わります。はい。もしこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。グミ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 ペア。